早稲田は学生が主役なんですよ。学生の能力が最大限生かされるようにそれを後ろで支えていくということです。新しいアイデアを交換するということがですね、一人だけでは全く思いつかなかったできなかったことが何人か一緒にやってるうちにですね、非常に新しく面白いテーマに発展するということが何個もありまして、そういう体験をするということが一番大事だと思います。高校生とかですと答えがあってそれをどれだけ正確に早く解くかみたいなことを重要視しますけれども、研究になるとですね、まず唯一無二の答えはないみたいな状況になるんですね。自分の頭で考えてそれこそ社会に価値を提供する、自分の価値を主張するみたいなことをやっていってほしいと思っております。教科書に A が増えれば B が増えると書いてあるからそれを覚えて試験に臨みますよね。でも研究の面白さはそうじゃないことなんです。だから教科書にないことが出てきたんだからよかったじゃんと、でそれが世の中を変えるんですよね。普段は、海外向けの鉄道車両の安全性ですとか、信頼性っていうのが研究所で携わっている仕事なんですけれども、失敗するとリアルに人が死ぬ話なので、やっぱり緊張感がありますし、責任感の重さみたいなのを特にやっぱ感じますし、そこは常に感じながら仕事はしてますね。もともと大学に入った時に、機械系を選んだ理由はロボットがやりたかったんですよ。2年生の時に、材料力学の授業を受けて面白いなと思って、ロボットじゃなくてこういうベーシックなところがあって、やっぱりいかにそのベーシックなところで課題があるかとか、そこに真面目に取り組むっていうのを大事にしてました。今副操縦士をしておりまして、飛行機のパイロットですね。 B767 ボーイングの飛行機に乗っています。学生時代は難しい話も結構あったので、なかなか自分としては勉強大変だったんですけど、こういう材料を使ってきたとか、こういう原理でっていうのは学んできたので、そういう飛行機に対しての安心感とか信頼感は感じて仕事ができますね。今は機長になることを目標にして、やっぱり女性がまだまだ少ない職場なので、自分が女性で機長になることでやっぱり女性の働き方改革を進めていけたらいいなっていうのはありますね。私は行っている研究なんですけれども、キャビテーションという研究を行っているんですね。誰もやったことがないということを自分でまず考えて、実際にシミュレーションして、誰もやっていないということを自分が成し遂げたという瞬間が僕にとっては一番達成感があります。私がいる研究室は、小さな機械 MEMS と呼ばれるものを扱っている研究室で、代表的なものが自己修復とか切り紙折り紙構造を用いたデバイスになってます。日本の伝統的な切り紙のものをこう機械に応用させるっていうのは発想としてすごく面白いなと思いました。将来はできれば海外で世界中の人と協力して宇宙開発に貢献できればなと思ってます。極超音速航空機用のジェットエンジンの研究を行っていて、なかなか内部流れが複雑で分かっていないことも多いので、そこの現象解明が一番の目標になっています。極超音速航空機っていうのが実現されると、日本からアメリカまで2時間程度で移動できるようになって、距離に対する価値観が大きく変わるのかなと思っていて、それだけ大きな変化を自分で生み出すことができるっていうのに誇りや喜びを感じています。私はエネルギー問題に取り組んでいます。その中でもヒートポンプ技術に注目をして、持続的な脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行っています。これからの科学技術においては、エネルギー問題について取り組むこと、そして脱炭素社会実現に向けた研究を行っていくこと、これがますます必要とされてきています。日本、そして早稲田大学っていうのは、こういった分野に世界のトップランナーとして取り組めている、そういう組織になっています。これから一緒に世界のリーダーとして、より良い地球の未来を一緒に作っていきましょう。